スクールオブミュージック高等専修学校に通うリアル女子高生アイドルユニットサウンプロジェクトです。よろしくお願いします。雨変な。本日はお呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちはですね、同授業の一環でアイドル活動を行っておりまして、このようにね、ライブ活動をとさせていただいたり、あとはですね、リアル女子高生なので、普通の英語や数学、国語の授業も受けながら、このようにライブ活動させていただいたり、アイドルをね、授業の一環で活動させておいていただいております。はい、そしてですね、本日は皆さんに楽しんでいただけるように精一杯頑張りますので、最後まで応援よろしくお願いします。そしてこの、県民きらめきステージもそのイベントの一つである、奈良県大芸術祭は、今年度は同じ時期に開催しています、第32回、疲れた第32回国民文化祭奈良2017、第17回全国障害者芸術文化祭奈良大会の、応援をしている応援事業となっています。国分祭、小分祭は毎年、どこかの、ね、都道府県で持ち前に開催されているんですけれども、だから前年度までは別々で、ね、全く別のものとして開催していた文化祭大会になっているんですけれども、今年からは今年からといいますか、今年度が特別に奈良県内で全国初となる一体開催を、することになって、なのでね、今年は障害ない人もある人もみんなで楽しめる、そんな文化祭になっています。はい、このイベントはですね、9月から11月の3ヶ月間の間、さまざまな場所でね、開催されるんですけれども、奈良大芸術大かわいい今のは何だった大芸術祭ね。そう、奈良大芸術祭まさかだった奈良大芸術祭のイベントとともに皆さんにも楽しんでいただいたらなと思います、はいはい。そしてね、国分祭、小分祭奈良2017では、皆さん一緒に盛り上がってくださる応援サポーターの方を募集しています。応援サポーターとしてステッカーをね、車とかに貼ってもらって、こう街中ドライブしてもらったりだとか、そしてこうさりげなくアピールしてもらったり、またね、今回マスコットキャラクターが袴姿のセント君になっていまして、そのクリップバッジなどをね、こうちょっとどっかね、ここお洋服とかにでも身につけてもらって、身内の方からでも皆さんそれぞれのね、ちょっとアピールしやすいなっていう方法で、ぜひ奈良県内はね、このイベントを一緒に PR して盛り上げてもらえたらなと思っています。はい、そして会場の後ろの方に配布袋がございまして、その中に、大芸術祭のイベントの情報が書かれています。大芸術祭ウォーカーと、国分祭、小分祭奈良2017の、イベント情報が書かれていますリーフレット、そして応援サポーターのチラシなども入っていますので、ぜひ皆さんお帰りの際にでも、皆さんお手に取っていただければなと思います。お願いします。お願いします。この奈良県大芸術祭も11月までの3ヶ月間、続きますけれども、私たちも一緒に奈良県内を文化芸術の力で、盛り上げていきたいと思いますので、今日のステージも私たちらしく全力で、最後まで一生懸命頑張りますので、皆さんぜひ最後まで見ていってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。